はい、アミです。よろしくお願いいたします。それでは今回は10分切れ負け、相手の方3段の方になりました。よろしくお願いします。ちょっとたまには早い人やっていきたいと思いますね。まあ今銀だったんで一緒に待ってもよかったんだけど、まあいや研究してた形と違うんで、ちょっとね端系跳ねるやつをやってみようかなと思っております。戸部先生とかが、得意にされてる格好で、まあいいか。これでまあ17桂馬と跳ねていくような感じですね。飛車早く浮かないとあれかな。ちょっとここの歩を突かないっていうのが向こうの工夫でしょうか。まあこちらとしては飛車浮いて、まあ、角上がって桂跳ねてみたいな、そういう構想を練ってるんですが、まあ、3二銀3一玉からの左美濃に対して有効なので、あーついてきましたね。ここついてないと困っちゃうな。まあ一回は潜っとくか。片身の囲い。これでどっかしらで飛車浮いて、うん、そうですね。7七角型で1七桂馬跳ねるやつを、あ、なるほどね。それで銀冠にしてこようってことか。あ、大丈夫かなこれ。ここついとくか。怪しくちょっとこう。そうですね。で、2五歩同歩1七桂馬の筋を含みに出していくと。まあ、2二玉上がっ、あ、これは、行きたい。行きたいけど、まだ早いか。もう、金まで上がっとかないと、5七角成、2二五歩同歩桂跳ねみたいな感じの時に、5七角成が来ちゃうんで、まあ、そろそろ2五歩同歩1七桂馬、本当に行けないのかどうか。どうなんだろうな、これ。2五歩同歩1七桂馬、しかし銀、今のタイミングだとちょっとまだ銀で足りないのかな。で、4五銀なら2三金がぴったりですか。足りないか、まだ。ちょっと、研究してたのと違うぞ。なんか上がっとくか。これで6五歩つく形で。向こうはもう飛車先つかないの、これ最近のトレンドなんですかね。しかし6五を突くとどうするんだろう。まあ、一回ここかな。しかしいやでも次5五を突かれたら困るんで、基本的になんか石田流って大体5四突かれたら6五行かないとダメなんだよな確か。いくか。いやちょっと自信ないですけどね。これ以上待機されるよりはマシなんで。別に今5五歩突かれたら本当に話になんなくなっちゃうんで、まあ、多少、取って取って6二飛車みたいな手が一番、あれですかね、ポピュラーな受け方と言えますでしょうか。こちらは2五歩同歩1七桂馬の筋を、まあ、どっかしらで入れていきたいんですが、ちょっと本局では難しそうなんで、まあ、臨機応変にまた別の手をね、指していくという感じで。まあ、角成りは同型で、7八角とかが相場なんですけど、まあ、それはさばけそうですね。さすがに。まあ、しかし角成り同型7八角に具体的にどうするかっていうと、まあ、角打つぐらいしか見えないんですけど、6九角の方がいいのかな。7七角成りから7八角もしくは6九角の方がいい可能性もありますね。まあ、ただ、6九角だと6四歩同銀6六飛車の筋あるんで、まあ、7八になるのかな。7八に打って、あ、じっと。ちょっと7七角成の筋は相当、こなれてないとさせないっていうことで。まあ、取って、6四歩、7四歩っていう筋が、
ここで多分飛車回ってくると思うんですけどね。よくある筋で。で、まあ、8六飛車、8二飛車は、6四歩と打てるんで、飛車回って飛車回ったらどうやって受けるか。あ、そうですね、受けてきましたね。まあ、7四歩つけるんで、これは。あ、しかし、7四歩飛車回って大変か。引いとくか。あとね、7四歩は銀冠が結構硬いんで、7二飛車の時に、あんまり良くないかもしれないですね。7分。引いとくか。歩飛車、歩成り、同飛車、同飛成り、同桂。うん、ちょっと銀が当たってんだよな。ああ。ここでちょっと行ってみようか。例の筋をようやくここで。角成り同桂になれば、あ、これでも、角、2六角成りで抜けると思ったけど。あ、そこか。なるほど。それで頑張るのか。そこで頑張るのか。なるほどね。飛車回ってみるかな。ずっとこう、スッと。カウンター気味に。まあ、飛車逃げてくれれば2六角成ですし、まあ、1五歩8四飛車の攻め合いは、そこそこいけてるんちゃいまっかということでね。どうでしょうか。いやーでも、マジか。いけてると思ったけど。飛車さばいて、歩に角成りから。これで取り込んで、角成って取って飛車なり、歩成りなら、2一飛車から1一飛車なりで抜けますね。はい、あ、マジか。単にの方がいいのかな。どっちがいいんだろう。の、なりますか。これはさすがに刺せてると思うけど。これはでも、まあ、叩いて取って2、3歩とかでかなりきつそうな感じはしますけどね。単に4一飛車とかの方が、あれかな？これで5二銀なら先に2四歩が入りますんで、次ほっとくと2四歩同銀2三歩なんですが、まあ、5二銀ならやはり2四歩が先入りますね。で、銀引けば1四桂で決まりますし、まあ、一回打っといた方が良かったかな、しかし。ちょっと味付けのりやりすぎたか。まあ、ここでなんか、5三角みたいに数を足すときに、2四歩打たない方が含みがあって得かなと思ったんですけど。一回2四歩打つんだったか。叩きの歩。2三歩打てば。決まるし、銀、1二銀だと1四桂で決まりますね。1四銀も1回1七香車は、取れば勝ち筋っぽい感じしますね。同銀に2三歩って、普通は決まってるんだけど。
23桂の方があれですね、一応変化の余地は、2一玉の変化の余地がないっちゃないんだけど。うん、しかし2一玉の変化、2一玉の変化が意外と寄らないとかあるのかな。ここで同銀2三歩に2一玉でどれだけ耐えるかって、あ、これはもう5分、受けを諦めて攻め合いか、このタイミングでか。ああ、これは2三歩成から行くと最悪詰まされて負けるってことか。なるほど。まあ、2八と4八玉、3八とで、5九玉に、4九と6八玉、7六桂みたいな筋で追ってこいってことですか。長手数の積みがあって、マジか。負けるとかそういう、例えば一番簡単なのは2三歩成同玉に、3一飛車成同金同竜なんですけど、それだと2八と、4八玉に、3八と金から4九と金で、逃げて7六桂で最悪詰まされる可能性があるってことですね。まあ、どう詰むのかはわからないんですけど、多分危ないんだろうな。まあ、私の直感が危ないって言ってるんですけど。いやーでも、いやーこれ詰むよな多分。竜がしかもどっか行っちゃうからな。まあ、一回取るか、とりあえず。いやーこれなー、大変じゃんこれ。これ大変やないか。どうしよう。これで頑張るか。まあ桂なら そうですね、どっちだ、玉の方がいいか。まあ、同金だと2六桂馬がしつこい攻めになるんで、2六桂馬がまあ、金取って1六角の詰めろになっちゃうんですね。まあ、次3一飛車成からの攻めを、どうやって受けるか、というか、3一飛車成同金同竜に、1六角4八玉4九角成同玉なんちゃらで詰ます筋があるかどうか。3八銀同玉、2六桂馬で、仮に4九玉なら3九飛車で詰むけど、4八玉と逃げて足りなさそうですね。もう1枚なんかあれば詰むんで、ここでどうやって角取りを受けるのか、あるいは飛車が入った時に詰むようにセットして、なんか例えば6六桂とかですか。6六桂なら飛車が入った時にほぼ間違いなく詰めろになってると思うので、まあ6六桂は時限爆弾をセットしといて、まあ、3一飛車成同金同竜なら、その瞬間1六角ぐらいからなんか逃げて角成って取って飛車打って合駒。なるほどね。もし銀打つとどうするんだろうな。3分、系統の銀。これでなんか一回受け切っちゃえば3一飛車成間に合いますし、まあ、2四歩同玉3六桂みたいな寄せもあるということで、向こうとしては、あ、詰まるんだね。行くしかねえな。これ第一感勝ち筋に見えるけど、なんかあるんでしょうか。
まあ、うまくやったかなって感じするんですけどね。4一角2四玉に2二竜で、詰めろっぽいですね。あ、これ詰みますね、多分。4一角から。金1枚しかないのか。ちょっと、わかんない。まあ、追うならもうこれしかないんで、で、最後竜引いて、王様上がって。まあ、4五金、2六玉、3八桂まで、詰めパラ的には詰んでるんだけど。うん、まあ、詰んでるよね。あ、一回4六打った方がいいのかな。でも、4四に控えちゃうか、それ。いや。2分30秒。ちょっと。まあ、4五から3八桂もちろん終えるんですけど、まあ、この方が 100%。あ、マジで。これは気によって詰んでますね。これで2五竜まで詰みます。まあ、4四玉なら2五竜で外して、勝てるということで、ありがとうございました。寄ってきましたが、しかし、によって積み取ってですね、将棋を、ということで、感想戦やっていきたいと思います。まあ、本局のポイントは、なんといっても、17桂馬で端をこう、攻めていく形を作るということですね。ちょっとこの、8筋ついてこない形、あまり勉強してなかったんで、困惑したんですけど、まあ、それでもちょっとこの、17桂馬の筋試してみました。まあ、角交換させて、無理やりこう、ぐいぐいさばいていこうという作戦なんですが、あんまり真似しない方がいいかもしれないですね、これ。ちょっと見てみましょうか。任せろ。600の差ついてんの？後手優勢です。嫌になっちゃうね、それ。600の差ついてんのか。まあ、角打ちとかでいけるかなと思ったんだけど。あ、ここに合わせちゃうのか。これは、あんまり考えてなかった。なるほど。いやー、これで、満足してここか。聞かせだけ聞かして、どっかしらで1五歩があるから、優勢ってことですか。まあ、1五歩同歩同香だったら2五桂なんですが、1五歩同歩1六歩で確かに良くなさそうですかね。はい。ということで、ちょっとこの、17桂無理筋なので、本局では、NG だったということですね。ちょっと浅はかすぎたかな。まあ、こちらから攻めると見せかけてこっちで手を作ればなんとかなると思ったんですけど、ちょっとどうにもならなかったですね。で、本譜、なんか思惑通りことが運んで優勢かなと思っていたんですが、これで2四歩からちょっとね、3一飛車成は、同金同流に2八とから、なんか、かなり、そうですね、詰み、ちょっと考えるのも嫌だったんですけど、まあ、竜が8筋から移動しますし、2八と4八玉、3八と5九玉、4九とと、ゴリゴリ全部剥がされて追われるんで、多分ダメだろうなと思って、まあ、一回受けたんですけど、なんですかね。最新鋭のソフトだとかだったら、3一飛車成で勝ちですよって言ってくれるかもしれないですね。で、本譜2五桂だったんですが、まあ、2六銀とがっちり、桂先の銀、定石成ということで打って、まあ、これでちょっと勝ち筋に入ったかなと思いました。ちょっとどうなんですかね。この辺が向こうとしても悪かったのかちょっとわかんないんですけど、まあ、いつの間にか勝ってたっていう不思議な将棋ですね。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、本局のポイントとか言っちゃったんですけど、17桂馬の筋、あまり良くなさそうなんで、まあ、なんかね、タイミングが違えば成立するんですが、本局みたいにちょっとこの角と角が向かい合った形では、ダメっぽいんで、ぜひ、やめてください。というところですね。
ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。